だそうですじゃないよ。それを何とかして調べるのが花咲子の役目でしょ。なんか顔がデレデレしてるよ。とにかく幽霊会議の決定は絶対なんだからね。花咲なんかに教えるわけないです。勝手に頑張ればいいんじゃないですか。今日はもう失礼します。あれれ、みのりちゃん帰っちゃうの。ええ、今日は早めに帰るよう親に言われてますので。昨日までサボりまくってたあなたに言われる筋合いはありません。それでは失礼します。いのりちゃんたら最近私に冷たいんだよね。遊んでって言っても遊んでくれないし。ですか？え、そう？先輩は知らないと何して遊ぶんすか？買い物したりご飯食べに行ったりするよ。みのりちゃんって可愛いのに服に関しては結構無頓着だからね。私がコーディネートしてあげてるんだ。ちゃんも今度一緒に買い物行く？行きます。行きたいです。ひかりちゃんはボワワーっとしてるからロリロリした服が似合いそうだよね。え、ロリロリですか？レースとフリルが満載のひらひらしたお洋服を着せたいな。フランス人形みたいな感じになりそう。私そういうのはちょっとお小遣いもそんなにないので。大丈夫、全部私が買ってあげるから。ダメです、そんな高そうな服を買ってもらうだなんて。その代わり学園に着てきてもらうからね。学園には指定の制服で来なくちゃいけないですよ。私が許すよ。花咲先輩、助けてください。花咲くんだってひかりちゃんのロリロリした姿見てみたいでしょ。ほら、見たいって。ひとまずは部室にあるゴスロリ服を着てみればいい？無理です。私にはあんな可愛い服絶対似合わないです。そんなことないってば。着替えようよ。そんな。あ、花咲くん、ひかりちゃんの着替え手伝ってね。ひかりちゃんは訴えないから。確かに訴えませんけど。でも花咲先輩に着替えを見られちゃうなんて。
しよう。ひかりちゃん、嘘だから、大丈夫だから。熊崎先輩、私もうお嫁に行きませんね。死ぬといいです。遅刻許す町、死に方は選んでいいですよ。応殺なんてどうですか。うるさいです。いつまで待たせる気ですか。嫌です。私は嫌いです。遅刻は重罪です。な、何がチュッチュですか。は？キモいです。消えてください。というかメッセージを送ってる暇があったらさっさと来るべきでしょ。アホですか。何をやってるんですか、あなたは。ついたんだったらまずは声をかけるべきでしょ。知りませんよそんなこと。可愛いから何ですか。かわいいってそんなことじゃごまかされませんよ。だからこんな時にそんなこと言うの反則ですよ。私は怒ってるんですからね。もうしょうがない人ですね。後でちゃんと遅れた理由を説明してくださいよ。説明しただけで許すわけないでしょ。考えが甘いです。カフェでもおごってもらわないと気が済まないです。いいですよ。